こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語の実力テストで90点以上取るための勉強法について紹介していきたいと思います。今回解説する勉強法は実力テストだけではなくて模試や入試でも使える勉強法です。なぜなら今回解説していくのは国語の初見問題、つまり初めて見た文章をどうやって解いていくか、その力をつけるための勉強法を紹介するからです。そもそもどうして国語の実手、模試、入試問題が定期テストよりも難しいかというと、それは初めて見る文章が出てくるからだよね。基本的に定期テストで出てくる文章は授業で習ったことのある文章だから全くわからないっていうことはない。ところが実力テストや模試、入試問題で出される文章はみんなが一度も読んだことがない初めて見る文章だよね。そうなってくるといつもの定期テストみたいにいい点数が取れなくなっちゃう。そもそもそういった問題が解けるようになるための勉強法なんてあるの？こういうふうにみんな思っているかもしれません。実はね、あるんです。でもそれは定期テストの勉強とは違った勉強法だから、その勉強法を知っているのと知っていないとでは点数に大きな差が出てくるっていうわけです。今回はその実力テスト、模試、入試問題などの初見の文章問題に対応できる勉強法について解説していきたいと思います。最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に教科書の再生リストが表示されます。その中に解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずね、実力テストの勉強をするときにやっちゃいがちな勘違い、みんながハマっちゃいがちな落とし穴の話をしたいと思います。まず一つ目、みんながやっちゃいがちなのが、どうせね、国語の勉強しても同じ文章が出ないんだからやらなくていいや、こういうふうに思っちゃうこと。だからそういう人は、まあ漢字だけはしっかりやっとくか、こういうふうに考えて漢字の勉強だけをして国語の実力テストの勉強を終わってしまう。これはダメだよね。もちろん漢字も大事だよ。でもね、国語のテストの中で漢字が出る割合なんてほんの少しでしょ。国語の問題の中で大部分を占めるのは、まずは現代文、論説文や小説文などの現代文と、そしてその後に古文や漢文が出てきたりする。だから漢字や言葉の問題っていうのはテストの中で占める割合が少ないから、それだけきっちりやっとけば高得点が取れるってわけじゃないの。やっぱり問題の大部分を占める読解についてちゃんと対策を立てていかないとダメだっていうこと。だからね、国語の実力テストの対策はしっかり長文読解、文章問題を勉強していかないとダメなんだね。で、次にやっちゃいがちな落とし穴は、まあ一応ね、文章問題の勉強をするか、こういう風に言って勉強を始めたのはいいけど、それが一つか二つの文章を読んだぐらいで終わってしまう。そしてそこの問題を解いただけで終わってしまう。これではね、国語の実力テストの対策として不十分なの。みんなが定期テストの勉強をするときだって、その範囲となっている3つか4つぐらいの文章をしっかり読んで、ワークとかもきっちり解いて、そしてテストに挑むよね。それがね、定期テストよりも範囲の広い実力テストや模試や入試などで、1つか2つの長文問題を解いただけでは不十分なのがわかるよね。みんなが定期テストで範囲となっている場所をしっかり勉強するように、実力テストでも範囲となっている場所についてしっかりと勉強を進めていかないとダメなの。でもね、こう聞くとめちゃくちゃ大変そうだ、こういうふうに思う人がいるかもしれないから、こっから先は具体的にどういうふうに勉強を進めていけば効率的に実力テストの範囲をカバーできるか、そのことについて話していきたいと思います。そしてこの勉強法を知っている人と知っていない人では当然点数に差が出てくるので、しっかり聞いてください。まずね、一つ目のポイントは、実力テストで範囲となっているすべてのジャンル。これはトピックとかテーマって言ってもいいけど、そこに目を通すっていうこと。こう聞くとね、みんな、国語の文章題で扱われるテーマなんて多すぎて、とてもじゃないけど勉強できないよ。それにどうやって勉強していっていいかわからない。こういうふうに言うかもしれない。そもそも国語の文章題として出るジャンルやテーマっていうのは一体どれぐらいの数があるの？こういうふうにみんな思うかもしれないけど、それを簡単に確かめる方法があるの。それはみんなが今使っている国語の教科書の目次を見ること。つまり国語の実力テストの勉強を進めていく上で、おすすめの教材としてまず挙げられるのが教科書なの。
なぜなら教科書というのはその学年でカバーするべき。ここのジャンルやテーマが基本的に全てカバーされているから。みんな、ここの目次の部分を見てもらったらわかる通り、そこにはね、小説文や論説文、他にもね、詩とか俳句、あるいは古文や漢文、こういったものが全て含まれているよね。現代文として扱われるテーマとしても、環境や戦争、経済や言葉など、様々なテーマやトピックが被ることなく扱われているでしょう。つまりみんなは手元にある教科書を使って、自分が習った部分の勉強をすることで、しっかりと実力テスト対策を進めていくことができるわけ。で、この教科書を使った勉強法、まだいいところがあるよ。みんなの教科書に載っている文章っていうのは、たくさんの人から認められた、優れた文章が厳選して載せられているの。つまり話の流れとか展開、あるいは結論っていうのが、非常に模範的であることが多いわけ。で、実はね、実力テストで採用される文章題っていうのも、こういった文章が多くなるの。そうだよね、教科書の文章と全く違った文章を出す。話の流れとかね、展開とか結論とかが、教科書とは全然違う。そんな文章は実力テストでなかなか選ばれることがない。似たような話になる可能性が高いから、やっぱり教科書の文章をしっかり勉強していくことが大切っていうわけ。でもね、まだそれだけでは不安。もっともっと国語の文章で扱われるいろんなテーマについて知りたい。あるいはそれぞれのテーマについて教科書以外にどのような文章があるのか。そんなことも知りたいっていう人は、OK先生のこちらの動画、国語力を上げる授業で、国語の文章題で出題されるそれぞれのテーマの内容を厳選して、その一つのテーマについて書かれているいろいろな文章の内容をギュッと一つにまとめてありますので、それを見て勉強することで、より深く国語の文章で扱われやすいテーマについて深く勉強していけるようになっていますので、そちらの方も見てみてください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。つまりね、ここまで聞いてみんなピンときたかもしれないけど、実力テストの勉強法っていうのは、そのテストで扱われる可能性のある全ての文章について勉強をしていくことなんだね。で、もちろん全く同じ文章が出る可能性はすごく低いけど、その時に出題される文章について、事前に自分が勉強していたかしていなかったかということで、点数に大きな差が出てくるの。となると、なぜ先ほど OK 先生が落とし穴の二つ目として、一つか二つぐらいしか文章問題の勉強しない人、それはダメだよ。こういうふうに言ったのかがわかると思います。なぜなら勉強するテーマの数が少なすぎると、それが実力テストの問題として扱われない可能性が高いからだね。つまりみんなが忙しくて時間がないのがわかるんだけど、やっぱり実力テストの前には、ここの文章題として扱われる全てのジャンル、全てのテーマについて目を通しておく必要があるっていうわけ。で、どこまでしっかり勉強するか、それはね、もう自分が持っている時間とのにらめっこになる。もちろんね、みんなが勉強しなくちゃいけないのは、ここの実力テストだけではないよね。学校では他にも小テストとかいろんなテストがあるし、もしかして塾のテストも迫っているかもしれない。実力テストの勉強するにしても、国語だけではなくて、他教科の勉強もしなければならない。だからね、まずみんなはどれだけ自分がこの国語の実力テスト対策に時間が取れるのか。で、その時間を逆算して、国語の自分が習った全てのジャンルについての勉強を進めていかなければならないの。だからね、この実力テストの勉強、何も考えずに進めていくと、最初の一つか二つのジャンル、テーマについてはしっかり勉強したけど、残りのテーマについてはね、勉強する時間なかったよ。こんな風になっちゃうわけ。これはちょっとまずいよね。だってそこのテーマが次の実力テストで出るとは限らないから。だから一つ一つのテーマについてめちゃくちゃ深く勉強することができなかったとしても、自分の持っている時間を考えて、すべてのテーマに目を通すようにしなければならないっていうこと。これが気をつけてほしいポイントね。で、もちろんね、その勉強を進めていく中で、教科書をバーッと読んでおけばいい、そういうわけじゃないよね。ちゃんとその文章に対応する問題も解いていかなければならない。で、そういう時に活用してほしいのが、みんなが今までに受けた定期テストや学校のワーク、あるいは塾のテキストとか市販の問題集なんだけど、ここで気をつけてほしいのが、時間がない人は、一度自分が解いたことがある問題集を使うこと。なぜなら、一度解いたことがある問題なら、少ない時間でたくさんの問題を解いていくことができるから。しかも一度解いたことがあるんだから、たとえ間違っちゃったとしても、その後に定着しやすいよね。
テキストの書き込みなどが気になる人は、そこの部分に付箋を貼るなどして、もう一度解き直してみてください。で、しっかりと国語の実力テストの勉強する時間が取れるっていう人は、その上で自分がやったことがない新しい問題を解いてみたっていい。もちろんね、そういう人は今までに自分が解いた定期テストとかワークの間違い直しがしっかり終わってるっていうこと。そういう人は新しい問題集にどんどん手を出していけばいいし、教科書の内容だってしっかり理解しているならば、初見の問題が載っている、初めて見る文章が載っている問題集を解いていくのもいい。ただね、基本となるのはここの教科書、そしてそれに対応する問題だっていうことを覚えておいてください。で、二つ目のここの実力テストの勉強で差がつくポイントは、毎日文章問題を解くっていうこと。これみんなやっちゃいがちなのが、実力テストの前日に初めてここの文章問題の勉強をするっていうこと。これではね、実力テストでいい点取ることができない。やっぱり短い時間でもいいから、ある程度の期間毎日文章問題を解いていく必要がある。なぜかみんなこんな経験ない？英語のリスニングの勉強を毎日していたら、一週間経ったあたりからリスニング力がついたような気がする。今まで聞き取れなかった英語が聞き取れるようになってきた。こういうふうな経験したことある人いないかな？実はね、国語の読解問題っていうのもこれと同じなの。毎日国語の問題で出題されるような文章に触れることで、そしてその問題を解くことで、国語の問題を解くリズムが出てくるの。それが短期間であったとしても、みんなの国語力、読解力のアップにつながるんだね。やっぱり国語の実力テストは自分の読解力がアップした状態で受けたいよね。その状態を作るために、毎日毎日少しずつでもいいから、国語の文章問題を解いていってほしいの。つまりね、先ほど言ったポイントの一つ目、国語の文章問題で出題されるすべてのジャンルやテーマについて、目を通してほしい、勉強してほしいって言ったけど、これをね、一夜漬けでやっちゃうよりも、何日間かに分けて毎日勉強した方が、確実に国語力はアップするんだね。でね、ここでも時間の問題が出てくる。みんながどれだけこの国語の勉強に時間を割けるのかっていう問題。でもね、本当にこれだけはしてほしいっていう最低ラインは、1日20分の勉強を5日間。これが短期的にみんなの読解力を上げる最低ライン。この数字は確実に超えてほしい。これだけの時間は教科書を理解するとは別に、しっかりと取ってほしい。つまりここの本文を読んで、それに対応する問題に答える。こういったことを少なくとも1日20分、そしてこれを5日間連続して続けてほしいの。当然1日あたりの勉強時間とか、特に継続する日数を伸ばせば、みんなの国語力はさらにアップすることになるから、そこは各自頑張って勉強していってください。で、この時に解く問題っていうのは、以前自分が受けた定期テストの問題でもいいし、学校のワークとか、あるいは市販のテキストでも大丈夫。それぞれ自分に合う問題を選んでください。で、やる時の注意点としては、やりっぱなしにしないこと。丸付けして自分はどこで間違ったのか。その間違い直しをきっかけにして、その文章の理解を進めていってほしいの。ただ単に文章を読むだけよりも、問題を解いて間違えた後の方が、よりその文章に対する理解を深めることができるからね。その時にね、自分がその文章の内容を理解してないなと思ったら、もう一度授業でもらったノートとかプリント、あるいはOK先生の動画を見て、そこの文章について理解を進めていってほしい。OK先生の動画は国語の文章に対応して解説を進めていってるからね。そうやってね、自分が解いた文章の理解を進めていけば、そこで扱われているテーマについて理解を深めたことになって、それが実力テストの点数のアップにつながってくるわけ。で、もしね、文章についてはしっかり理解できたんだけど、それがどうしても正解には結びつかない。つまり文章は理解しているはずなんだけど、選択問題で間違った問題を選んでしまうとか、抜き出し問題で抜き出す箇所をうまく見つけられないとか、記述問題がね、うまく書けないっていう人は、こちらのここの文章問題の解き方のコツを見てください。OK先生が作ったオリジナル文章を使って、ここの文章問題の解き方やそのポイントを解説しています。こちらも下の説明欄にリンクを貼っておきますので、この動画が終わった後に見てください。で、ここまでやったらみんなは実力テストを90点に近づいてきた。そして最後のもう一押しが、みんながテスト中に心がけること。やっぱりね、ここまで勉強したんだから、実力テストや模試や入試でいい点数が取りたいよね。じゃあどうすればいい点数が取れるのか、ここの読解問題で正解にたどり着けるのか、それはまず出題された本文を、文章を理解することだよね。
書いてある文章の意味がわからないのに、あるいは中途半端な理解なのに、その文章について聞かれた問題に正解することは難しい。だからね、まずみんなはテスト中にその本文をちゃんと理解しなければならないんだけど、その時に心がけてほしいこと、それは自分が勉強してきたテーマ、復習してきたジャンルと、今自分の目の前で出題されている文章を結びつけて考えるっていうこと。テストが始まっちゃったらね、確かにみんなは必死になるけど、それでもね、今まで自分がしてきた勉強について忘れてほしくないの。今自分が解いているこの問題は、どのジャンルやテーマに当てはまるだろうか、どの文章と近いかな、言っていることとか書いていること、どこの部分が似てるかな、こういった視点を持ちながらその文章を読んでいってほしいの。するとね、繋がるはずだよ。確かに切り口とか話の展開の仕方は違うけど、最終的な結論の部分、主張とか伝えようとしていることは似ているな。同じなんだな。こういうふうに何か繋がるところが出てくるの。これがもし説明文だったら、その中の作者の主張がつかみやすい、こういうふうに繋がってくるし、小説文だったとしたら、話の流れがつかみやすい、主人公の気持ちが理解しやすい、こういったことに繋がってくるの。そうするとね、今みんながテストで読んでいるその文章、初めて見た文章であったとしても理解が進んでくる。そうするとその文章の中でどこに何が書いてあったかってことが覚えやすくなって、その後の問題にも答えやすくなる。それが選択問題であろうが、抜き出し問題であろうが、記述問題であろうが、あ、ここで聞かれていること、文章のあそこら辺に載っていたな。こういうことに気づけるようになって、当然早く解けるようになるし、正解することもできるっていうわけ。つまりね、こういった勉強をすることで、今自分が受けている実力テストや模試、入試問題を学校の定期テストのように落ち着いて解くことができるようになるっていうわけ。だから今回OK先生が言った国語の勉強法、みんな頑張ってやり遂げてほしいんだね。確かに定期テストよりも範囲は広いし、やるべきこと、気をつけることもたくさんあるけど、それでもね、この実力テストや模試なんかでいい結果が出ると、絶対にみんなの自信になるから、そう思って頑張って勉強を進めていってください。どうですか？今回の授業、わかりましたか？こうやって国語の実力テストの勉強を進めていくんだ。そういうふうに思った人は、早速今回の動画を参考にして、自分の勉強に取り入れていってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。